テクニカル部分でだってあのマイナスじゃないもん今のところ。スーパーコピーよりスーパーコピーで世に言う。ほねなら万円騙された。言ったか俺が。視聴者様提供のルイ・ヴィトンのボディバッグでございます。そこにじゃあ新宿応募でソニーです。ポトトです。まあ、我々ねあの柏原から世界へということで革の、財布や小物、バッグを作る職人やっております。はい、まあ、あの名乗ろうと思って初めての方もいらっしゃるんで、はい、何ですか工場か工場させていただきました。はい、でチャンネル登録もよろしくお願いします。うん、でまあ、今回ですね、はい、あのこちらのバッグ、視聴者様からあの提供していただきました、ルイ・ヴィトンのボディバッグなんですけど、はい、これを今からちょっと開けていきますか。はい、これは配送中にクラッシュしたんかな。届いた時点ではもうクラッシュされてたみたいで、開けさせていただいて、はい、ルイ・ヴィトンと、まあ、こちらのバッグなんですけど、はい、でまずあのこちらの届いた経緯を今から、はい、説明させていただきます。はい、遡ること数日前。やばい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 、これめっちゃやばい。10何万払ってはる。なんとこのバッグを提供してくださった視聴者様はメルカリで14万円払ってこのルイ・ヴィトンのボディバッグを購入していたことが判明。しかしこれを買取査定に持っていくと買取不可と言われてしまった。メルカリに連絡すると無事返金されたが、なぜ買取不可と判断されてしまったのか未だ不明である。そして数日後商品が届く。僕はちょっと荒いんですけど、これぐらいのあれはあると思う。その糸の処理の感じ見たことなくね。いや全くもって偽物感ないけどな。スーパーコピーよりスーパーコピーで世に言う。このような経緯で届きました。回送終了。今回の動画の趣旨を説明。まあ、今回の動画はですね、はい、2つ趣旨がございます。1つ目、なぜこれが偽物と判断されたのかという見た目のレビューをさせていただきます。はい、で2つ目に、メルカリの闇、メルカリで偽物を販売する業者の手法を説明し、まあ、次回ですねこちらを分解させていただいて、まあ、本物か偽物かというのを我々職人目線で見極めていこうと思います。はい、商品の説明。今回の商品の名前はディスカバリーバブバッグルイ・ヴィトンボディバッグブラック。参考価格23万6500円でございます。ベルトバッグとしてだけではなくショルダーバッグやクロスボディバッグとしてスリーウェイの使い方ができる優れものです。レビューします。で以上が、商品の説明でございました。で今回ですねあの視聴者様の方は、はい、偽物という認識を持たれているところなので、はい、まあ、どこが偽物なのか、まあ、見た目から、判断していこうと思います。はい、じゃあ見ていきますか。はい、まあ、パッと見の印象、うん、ファスナーも金属じゃないけど、まあ、これエクサラと同じ形やけどな。そうやな。で一応この裏は、まあ、YKK とは書いてないと思うけど、縫製どう？縫製綺麗じゃない？こことか汚くなると思うんやけどさ偽物、うん、ここも普通に綺麗で、うん、ちゃんと針落としてやってる。ここの重ねてるところもすっげー全部綺麗に重ねているし、糸上手も綺麗。ネームのところも綺麗だぜ。これ柄はど真ん中に逃げる柄も、まあまあ一応線だよな。左右対称だよな。質感は質感綺麗で金具も別に安っぽくないしな。これはほんまに偽物なの？なんかレシート入ってる。お客様控えっていうルイ・ヴィトンで買ったっていうなんかレシート入ってんねんけど、普通にあのルイ・ヴィトンの新宿の小田急で買ってるっていうのが入ってんねんけど、偽物と言われるところがないけどな。一味で言ったら今の時点でのニュアンスって言っちゃっていいのだからね。これ結構本物の要素しかないで、今コピースーパーコピー超スーパーコピーがあるなら超スーパーコピーのジャンルかな。クオリティ的に一緒やな。一緒やなクオリティ。分解して表面はこれルイ・ヴィトンやけど、生地が裏面になったらフェンディになってるとかさ、うん、あったりするけど、そういったこともなさそうな気しますけど。めっちゃ綺麗やけどな、縫製。もうルイ・ヴィトンにこれ自分で作りましたって言って、多分合格すると思うけどな。っていうか、あの技術的に本物とあんま刺して変わらんちゃうかな。そうや。僕らの結論から言うと、外見だけで言うなら、ほぼほぼ本物やな。うん。でも一応、偽物っていうジャッジを質屋さんで受けてるってことやな。偽物と言われてないね。買い取り不可ですって言うってことは、分からんっていう概念。そこの質屋さんが、疑わしきものは扱えないよっていうことやな、要するに。だから、どこで判断したやろな。テクニカルな部分で本物偽物って見極めるやんか。凄腕の人が作っとったら、俺ら的に本物っていうジャッジになるやん。そうやな。そのだから、ルイ・ヴィトンの人が辞めて、どっかで作っても同じクオリティになるからな。そう。だから、質屋さんってさ、まだ俺らとは違う目線で見張るやんか。うん、本物はこういうロゴの使い方がハンコとかさ、うん、で見極めはると思うねんけど、うん、技術的にはこれ本物じゃね。まあでも多分さすがに超スーパーコピーでもバラしたら中は
楽してるやろうから裏糸ボビーの余りで使ってるとかさ、一体糸が違うとかで裏の糸処理がどうこうっていうのはまだこの時点でわからないんで、うん、それは次回でやるんですよねっていう感じですかね。なんか最近芯がムズなってきてない？ディーン&デルカやった？あれはあの辺がちょっと俺ら的にちょっと試されてる感強なってきてない？じゃあ、 次回、まあ、分解して、まあ、職人目線で訪問官、偽門官っていう診断させていただくんですが、はい、それだけじゃこの動画はちょっとつまんないんで、はい、まあ、これね、実際なぜメルカリで偽物とかが流通するのかっていうのを、まあ、僕ら的に考察しましたんで、そちらをぜひ見てください。はい、なぜメルカリで偽物販売できるのか新進工房的に解説させていただきました、はい、なぜメルカリで偽物を売ることができるのかということなんですけれども、はい、今回偽物か本物か見た目だけではわからないギリギリラインでしたが、仮にこれを偽物だったと仮説します、はい、メルカリはフリマサイトの中ではかなり規制が厳しく、偽物を売ることも困難です、うん、もし偽物やコピー品というワードを説明文に入れてしまうとすぐ販売中止になったりアカウントが停止されます。しかしどのようにして偽物業者は偽物を販売しているのでしょうかということを解説します、はい、実際にあった販売手口。まあ、メルカリ厳しいですよね、うん、僕だってメルカリのアカウント過去に作ってたの忘れとって、うん、新たにメルカリのアカウント作って、まあ、カメラ買おう思ったんですよ、うん、でその瞬間バンされたんです。2つ複数アカウントお互いのいろいろあるらしいんですけど、うん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 、そんだけ厳しいですもんね、メルカリに、うん、手法1ということで LINE に行こうという技を使ってきます。はい、それどういうことですか？僕一回ルイ・ヴィトンの安いバッグがメルカリで売ってたんで完全にこれ偽物やなと思ったんですよ。でも YouTube ネタに面白そうやなと思って買ってもいいよと思って買ったんですよ、うん、で買ったら買った瞬間にもう発送通知されるんですよ。あ、それ決済するんだってこと？決済も一応済んで発送通知もすぐ終わったから、うん、すぐ発送してくれるのかなと思ったら、うん、全然来なくて、うん、メッセージが届いたんですよ、うん、だからこちらの LINE 登録してくださいみたいな ID 送られてきて、その ID 登録して送ってみたらめっちゃ片言日本語で どんなバッグがいりますかみたいな感じのが来て、で結局聞いていったら中国から発送しますみたいな感じで言われてやんか、効率的に日本国内で流通してる偽物を買うのは別に問題ないんだけど、海外から送られてくるものを個人輸入、個人でもしくは輸入したらこれ違法になるから、海外から送ってくるって言われたから、あ、これちょっと違法になるからちょっとやめとこうと思ってストップしたんですよ、うん、あ、これちなみに皆さん一応弁護士の方に相談して、回答を得てることでございますので、なんで多分メルカリ内で取引するのがすぐバンされたりするから、うん、メルカリはバンされるの前提で、うん、LINE に興味もある人を持って行って顧客を増やしていくと。決済って結局どうなったんですか？あ、だから結局向こうの人からキャンセル依頼で、うん、でキャンセル許可して、うん、メルペイで払ってたんやけどそれ返されるみたいな。あ、じゃあ決済はされてないという、うん、だからなんかニュアンスで言うと詐欺をしようというよりは、うん、偽物を売ってるっていうのを分かった上で買ってねみたいな、専門っていうのをアナウンスされた上で、でもめっちゃ値段が安いから、うん、そういうのを欲しい人もおるやんか、うん、っていうのをターゲットに売ってるって売ってると。で何度も言いますが、うん、海外から買ったやつは違法になりますので皆さん、気をつけてください。はい、国内で買った分にも違法にはなりませんが、進めているわけではございませんので、はい、あしからず、はい、誤解ないようによろしくお願いいたします。で手法に、元職人が制作など曖昧な表記で販売。これも以前私たちがメルカリで心眼動画を出すために商品を探っていると、元エルメスの職人が作成したバーキンを販売と説明文に書かれた明らかに安い30万円のバーキンを発見して、うん、これ買おうとしてんだっけ？そう、なんか一応様子見とこうかみたいな感じで、うん、お気に入りみたいな感じでしとったらページ消えて、あ、ページ消えてた？ってことはバンされてんやろな、うん、だから紛らわしいのだって形丸っきりバーキンやと思う。と、たとえ元職人が作っていても偽物には変わりがあります。そりゃそうですよね。そりゃそうです。元職人がエルメス辞めてカバン作ったらただのカバンですからね、バーキンじゃなくて、うん、そういう手法でも売られてるんです。でもそれもやっぱりバンされてるから、やっぱりメルカリは結構メルカリめちゃめちゃ厳しいですよ、うん、本当にそういう偽物取り締まりと、うん、そのアカウントの整理っていうのはとても厳しいんですが、うん、まあそういうふうになんか間かいくぐって、うん、まあ、出品してしばらく消される前に、うん、こう LINE にこう引っ越しさせるというかね、そう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 、そういう手口っていうかありますので、うん、まあ、皆さんお気をつけてください。で皆さんパッと見で分かると思うんですけど、でもこれ微妙な LINE や、これは、もう次のところ分解するけど、今の時点だって偽物要素ないもん、まあ、分かりやすい言い方したら、うん、剣道の強いやつ弱いやつみたいなもう余計分かりにくくなってるよそれ。着想で分かるやろ、くるぶし見えてる袴の履き方してとかさとか、刺し子やったら弱そうやん、刺し子とかこうやったら短いとか、うん、剣道やってたら分かるけど、人口の何パーセントか分かる、ああなるほどそういうことか、着想で分かるよねっていう着想っていう日本語さえもあんまり言わんからな今回の動画のまとめ、
まあ、あの今回のまとめなんですけど、はい、まあ、あの偽物か本物かっていうレビューなんですけど、まあ、我々的にはまあ一応偽物の要素がないっていう感じですね、はい、なんですか、七谷さんが言う受け取れないっていうのとちょっとニュアンス似てるんですけど、はい、まあ、それは次回でということで、メルカリで販売する業者の手法っていうのも、まあ、先ほど説明させていただいた感じでございます、はい、ここは値段なんですけど、はい、値段で今回14万7000円ですか、で本物が23万何かしっていうことなんで、うん、まあ、値段的にもスーパーコペで大体1、2万とかですか、 LINE でちょっと値段とかも軽く聞いたんですけど、うん、1、2万で大体買えるって感じ。じゃあスーパーコピーにしては値段高すぎるからですね、これ14万は偽物にしては高すぎる。だ値段でも、まあ、ある種一つ判断材料として使えるっていう部分ですよね。公式も見抜けない偽物。そうそうそう、ほんでこれバッグ質屋さんに持って行ったらちょっと受け取れないと、だから多分どっちか判断できないから受け取れないっていう判断で質屋さん断ったらしいんですけど、その時質屋さんがこれビトンのバッグなんで一回ビトン持って行って修理を受けてもらったら多分本物やから持って行ったらどうっていうアドバイスを受けたらしい。ああ、結局もうめんどくさいわっていうことで、その視聴者さんの方は持っていかなかったらしいんですけど、それを聞いて一つ思い出した話があって、僕知り合いが修理の工場を働いててバッグとかので、そこはまあ表立っては言ってないんですけどハイブランドと提携してるんですよ。だからハイブランドが修理を受けたらそこの工場に持って行ってまたハイブランドに戻ってお客さんの手に戻るっていう。日本の工場がないね、ルイ・ヴィトンね。そうです、そこで修理してた知り合いの職人さんいてるんですけど、偽物のやつハイブランドが来るって言ってたんで、シアさんそういう風にやったら偽物か本物か判断できるよって言われたみたいなんですけど、それで 100% 判断できるとは言えないと、うん、ルイ・ヴィトンの正規の、うん、方であっても、うん、あの本物と信じて偽物を修理業者に持っていくと、うん、で、あの視聴者の方は、うん、メルカリで、うん、購入して、うん、視聴者持って行って、うん、受け取ってもらえなかったから、うん、メルカリに言ったら、うん、全額返金していただいたみたいですね。ただアカウントは使えなくなったみたいなんですよ。あの、なんていうんですか、まあ、お気をつけるってことです。気をつけようないよな。だからあの対応早いみたいですけど、ね、うん、でもまあ気になったことはメルカリの運営に問い合わせて、まあ、あの対応を仰ぐっていうのもいいじゃないですかね。実際販売してた人の手にはどうなったの。だってここにこれが今あるわけやんか。そうですね、ここにこうそれがあるってこと、多分返送しなくていいっていうことになったら、うん、そのお金はどこ行ったんやろな。それは分からないということで、次回予告。まあ、そのわけで、今回このバッグを、まあ、見た目のレビューと、まあ、あの偽物の業者の手口ということで、解説させていただきました、はい、で次回ですね、いよいよこちらのバッグ実際に分解してみて、はい、まあ、あの中身どうなっているのか、っていう目線で、診断させていただこうと思っております、はい、まあ、七谷さんとはまだ別の診断の仕方になってますので、はい、まあ、その辺も次回見ていただきますと嬉しいです。じゃあそのわけで、次回も楽しみにしていただきますと嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。この動画は出演潜入兄弟ナレーション高い動画高いでお送りしました。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左は最新の動画、右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。